カタランドラゴンズはフランスピレネーオリアンタルケンペルピニャンを本拠地とするプロラグビーリーグクラブでありカタロニアを代表しているスーパーリーグ所属バルセロナでもホーム試合をプレイし2019年にカンプノーで行われたウィガン・ウォリアーズとの試合ではスーパーリーグのレギュラーシーズン観客動員数記録となる3万1555人の観客を集めた トロンロウルフパックと共にイングランド外からスーパーリーグに参加している。ホームスタジアムはスタッドジルベールブルテューである。ドラゴンズは2018年8月25日にウェンブリースタジアムで行われたチャレンジカップ決勝でウォリントンウルブズを20対14で破り、1896年の大会開始以来初めてのイギリス外の優勝クラブとなった。 クラブは2000年にーンカタランとース、サンテステーブのユニオントリシストコットロンへの合併によって結成された。2005年のフランスラグビーリーグ選手権と2004年、2005年のダービー協会で優勝した。2006年にスーパーリーグライセンスを与えられ、カタランドラゴンズと名乗ることとなった。アトクはドラゴンズの株クラブとして、フランス選手権のエリート1選手権に参戦し続け、 現在の名称はサンティステーブ13カタランである。ありがとうございます。